高めになると、あそこ。入ってきた。さあ、遠藤入ってきた。膝が来た。膝が来た。首取ってる、首取ってる。ああ、これだ。両が行く。さあ、聞いてる、聞いてる。聞いてる、聞いてる。止めた。しかるべきだと思いますね。さあ、タックルいった。やはりレスリング上がりということで、ええ、まあ、この辺はお手の物ですね。もう綺麗にテイクダウンして抑え込みました。切り返していきたいところですもんね。そこを冷静に今、さあマウントから殴っていこうというところ、ね、はい、そしてで狙っていきますがどうだ、入った、あー、いったー、ライポーン、早い、はい、高めになると、あそこ、動きがちょっと読みにくいですよ。おっと、これはダウンです。まとめれ、まとめれ、まとめれ、まとめれ。いや、ピンチ。止めた。勝者、アタコはライナーアウト。2ラウンド1分19秒、テクニカルナックアウト。さあさあ、右ジャブダブル。そしてローキック。ここを捕まえた。今、足、自分の足を使って、スネ選手の足を外しにかかってますけどね。そうですね。ファイトリー、コックル、ちょっと変わってきましたね、はい、リフク、残りは10秒、どうだ、さっきと逆の立場になった、判定文句らしい、3対0、スネが逃げ切った形、これやっぱり的確性も高いですよ、ファイトリー、はい、さあ遠藤入ってきた、膝が来た、膝、さあこれはチャンス、少し出血があります、はい、パンチで待って、右当たった、チャンス、サブミッションの攻撃に来てくれた方が遠藤選手はまあ多少戦いやすいと思いますけどね。おっと、どうでしょうか、足を捕まえましたからこれは、どうか、バッター、これ見事、上に乗っかるような感じで三宅が抑えにかかります。で、首に手が回ってきた、それは注意した三宅、あーっセッティングいいんじゃないですか、おお、外れた、ずれましたね、ワン、ツー、さあ逆にこれ亀井にチャンスが来る、さあ逆に抑え込みました、したがってバレましたけれども亀井俊介、さあこうやって、あー左当たった、左当たった、ファンド、どうだ、高木のダメージどうだ、さあこれは高木食らいついていきますが、首取ってる、首取ってる、首取ってる、ギロチンに入ってますよ今度は、さあ今度は一本勝ちをするのか、さあどうだ、締め上げる、締め上げる、さあうまくセッティング、冷静に相手を返した、強い木下優作、強いスター候補生来ました、笠井選手のやはりもう当たり、さあこのチャンスだ、林真美里、当たるとチャンスが来る、林遠平、さあこれチャンスになりそうな感じの笠井、足抜けたチャンス、さあこれどうだどうだどうだ、林はブリッジをしてなんとか耐えようとしていますけれども、残り30、さあもう教えことないというライブハイキックとキャッチ、どうだ、もう今のハイキックもヒヤッとしましたよね、ピッチに当たりました、河村選手逆に言うと、まあ、まだまだ寝かされずに、おーっと返していけるなというところですね、おーっと、さあ聞いてる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 、止めたー、すごいショットでしょうかね、まず一発ハイキック、赤コーナーロッキーバーブラッツー、ったら簡単な、あー行きました、これだ、両が行く、両が攻撃で行く、一回剥がれたぞ、剥がれましたね、おー、戻した戻した、さあ今度は中田のターンだ、おー、殴ってく殴ってく、さあ殴る殴る、リスクは6回来た、そして右、大事なんですよね、そのおー、手がまとめた、右揃えましたね、中田に来ました、最後3ラウンドは中田が取ったという判定。